こんにちは、デリッシュキッチンです。タケノコ肉巻きフライを作ります。タケノコ 400g は横半分に切り、下半分は縦に4等分に、穂先部分は縦半分に切ります。豚肩ロース8枚を用意し、塩コショウ少々を振り、タケノコを置いて巻きつけていきます。軽く握って密着させましょう。マヨネーズ大さじ3を全体につけ、パン粉大さじ5をまぶしておきます。フライパンにサラダ油大さじ3を入れて熱し、肉巻きたけのこを入れ、中火で肉に火が通るまで揚げ焼きにします。こんがり色づいたら取り出し、半分に切りましょう。お好みでソースをつけてお召し上がりください。以上、デリッシュキッチンでした。